リアリーグ第2節 AC ミラン対インテル、サンシーロよりお届けしてまいります。さあファーストハーフ見ていきましょう。イタリアリーグ第2節 AC ミラン対インテル、このミラノダービーは世界で最も有名で愛されている戦いでしょう。ヨーロッパサッカーで最も素晴らしい2チーム、 AC ミランとインテルの100年以上にも及ぶ戦いです。名勝負の数々世界に発信してきたこの2チーム。ふわっとしたボール、ダイビングヘッドでした。タイミングよく飛び込んでいきましたよね。いいトライだったと思いますね。ディアング、インテルは開幕戦で大量得点を挙げ非常にいいスタートを切りました。今日もゴールラッシュを期待している方も多いでしょう。キーパーからのロングフィード、ここで受ける、抜いた、味方を走らせる、しのぐ、ルーズになる、緩いボール、どうだ、シュート、ゴール。インテル先行します。今のボールいかがでしょうか。いや、しっかりタイミング合わせて見事なボレーだったと思いますよ。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。インテル1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。なるほど。ネイマール、スルーパスを出す、このパスはキーパーへ。ボナベントゥーラ、インテルは昨シーズンのマッチではホーム戦アウェー戦ともに勝利し強さを見せつけました。裏へチップ、まだある。いや、今のは本能で飛びましたよね。まさに獣のような瞬発力でしたね。ワンツー使ってくる、アーチのようなパス。前半29分が過ぎました。デシーリョ、一人で持っていけるか。ニアング、スペース出ましたね。サイドのスペースと呼んでいた。いや、もうギリギリクリアっていう感じですよね。ネイマール、裏へのスルーパス、絶好の位置で受ける、決まった、追加点、インテル。これで差は2ゴールになりました。ここでファウルをもらいます。 AC ミラン、イエローカードが出ました。インテルがここまでリードしていますが、北澤さん、この後ハーフ終了までの残り時間どう戦えばいいんでしょうか。もう前半はリスクを犯さず、相手が前がかりになったらそこを突く形でいいんじゃないでしょうかね。メネズ、前線へ出す、ボール入りましたよ。ネイマール、インテル追加点、インテル立て続けにゴールを決めてきます。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、ここになるような見事なカウンターアタックでしたよね。ここで前半が終了しました。結果前半は3対0、インテル着実にリードを保っての前半となりました。見ていて絶好調に見受けられるんですが、どうでしょう。しっかり守りながら、攻撃してましたよね。そうですね、3点はね、数字以上に大きいと思いますよ。インテルが前半で3対0と大きくリードし後半を迎えます。後半見ていきましょう。来た、追加点、インテル、インテル今日は止まりません。さあ今のゴールですけれども、奪ってから早かったですね。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね、はい、それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事でしたよね。そうですね、トッティ今日2点目のゴールです。さあインテル圧倒的な強さを見せています。スペースへ出す、いやー追加点、インテル、インテル容赦ない一発。ただいまの得点いかがご覧になりますか。低い弾道でね、
状態うまく使って飛び込みましたよね。今日2点目です。さあインテル、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。まあ1点取った後またさらに追加点、そういった意味では狙いとしては最高ですよね。必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどね。前線一人で仕掛けます。味方選手の上がりはまだ不十分です。来たぞ、前線へのボール、柔らかいボール、デシーリョ、これはなかなかこじ開けられない。サイドを縦に走らせます。おいい形ですよ。ミラン、中で味方の選手が待っている。守護神触る、コバチッチ、裏のスペースを狙う、ネイマールに渡る、行くか、ネイマール、追加点、インテル、インテル大量リード。キーパーとの駆け引き、見事勝利し得た1点です。いや、しっかりこういう状況で決められる決定力の高さは素晴らしいですよね。特に1対1はキーパーの他にプレッシャーとの勝負でもありますからね。瞬時に相手の動きを見てコースを判断する冷静さが不可欠なんですよね。難しいゴールですよね、これはね。今日3点目、まあ、クリアは精一杯ですよね。今日、いや、追加点、インテル、インテル、さらにさらに点差を離していきます。シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。いや、出しても素晴らしかったですけども、入ってくるタイミングも絶妙でしたよね。スピード落とせば相手に守られてしまいますから、非常にいいボールが入ってきましたよね。トッティ、ハットトリック。まあ、1点取った後またさらに追加点、そういった意味では狙いとしては最高ですよね。ハムシク、ここはルーズボール。ニヤング、裏に味方を走らせる。ちょっと伸びてしまいました。狙いましたね。チャンス抜けた、1対1、きた、追加点、インテル、インテル全く手を緩めません。今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。とにかく振り抜いたっていう感じでしたよね。そうですね、もちろんコースは狙ってるにしても、それよりもまずは気持ちで打ち込んでいったシュートでしたよね。はい、これで今日4本目です。まあ1点取った後またさらに追加点、そういった意味では狙いとしては最高ですよね。味方を走らせる。レフリー試合終了のホイッスル、8対0、インテル勝ち点3をものにしました。大事な大事な一戦、さあいかがでしたか。インテルとしては負けたくないという気持ちが一番強い相手でしょうからね。